すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、かなり特徴的な名前のお店はこちらです。ドン。 JR 平井駅から徒歩3分くらいのところにありますひよこプリンさんにお邪魔してます。ラーメン屋さんなのにひよこプリンっていう名前でやってるお店で、なかなか変わった名前なんですけど、評判はね結構良くて美味しいラーメンがいただけるとのことなので、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあひよこプリンさん、ショーケースです。今回は豆乳の白ラーメンをプシュー。なんとも可愛らしい外観に少々照れながら待ってた。こちらがひよこプリンさんの白ラーメンです。はへー。色鮮やかな野菜と豆乳色のスープがなんとも健康そう。表面に浮いたごまやナッツも気になるぞってことで、いただきます。まずはスープを一口飲んでみると、もほー。豆乳のまろやかな風味とベースの洋風でコクのあるスープがいい具合にマッチング。そしてナッツの香ばしい香りも鼻を抜けていき、つまりは単純にこのスープのこと好きなのさ。では次に麺を持ち上げると、少し透き通ったような変わった麺が登場。早速すすろう。パセイ。弾力があり中ももちっとした食感のハイクオリティな麺。ここにもナッツの香ばしさが生きてきており、さらにミルキーまろやかなスープもしっかり味わえる素敵な組み合わせです。さあここからはたっぷりな野菜も活用していきましょう。麺に絡めて一緒にすするのもよし、パプリカやさつまいもはそのまま食べてもよしってことで、トッピング軍団の抜かりなさにも感心させられます。そんなこんなで紫玉ねぎのシャキシャキアクセントも楽しみながら、クリーミーなスープの旨味とハイクオリティ麺の辛みも改めて堪能しまくったら、終盤に鶏チャーシューをガブリ。そもそもがしっとり柔らかいうまうま食感ですが、スープが染みていてそれもまたうましい。後半まで豆乳スープに投入しておくことをおすすめします。てな感じでラストまでズバズバすすりまくって、ありそうでなかったスープだなと思いながら本日も完食です。大変おいしくすすれました。外観からラーメンまで少し変わった体験ができました。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ひよこプリンさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。新しい味なんですけど、ミルキーなスープとナッツの香ばしい風味がうまい具合に調和して、とてもバランスのいい美味しいスープでしたね。スープがとにかく美味しくて、ありそうでなかった味なんですけど、洋風なポタージュスープのような感覚でね、楽しめましたね。麺も弾力がありつつ、少し透き通ったこちらも今までありそうでなかった麺で、スープとの絡みもすごく良くてね、美味しい麺でした。具も野菜たっぷりですごくヘルシーな感じがして、食感もシャキシャキでね、すごく最後まで美味しくいただきましたね。それではするの公式キャッチフレーズ、ひよこプリンさん、うまみがコケコッコーやー、ニワトリ。